いやゲジゲジくんってなんか前からそこまですごい下がりの高いイメージないんだよな、まあ言うてもまあなんか忙しいのかなって思ってる、なんかまあ いることは全然いるんすけど、いるっすよね、なんか毎日絶対参加、まあ、コータみたいな感じじゃないですか。いやまあまあ確かにではない、そうではないですね。そうそうそう、だからなんか確かに働いてるのかなって勝手に思いしたんだけど、だから そうじゃないんすね。そうでもないっす、普段本当にないし、はい、ゲームじゃないの。でもなんかさゲームもしてないっすね。 APEX もってそこまでレベル高い感じじゃないもんね。やってないっすね。何してるけど、何してる、いや本当に何もしてないっすよ。いや本当に、なんかたまいよいよ、うんうん、なんかたまに自分一人でドライブに行ってみたりとか、ああ謳歌してるんだね今人生を。いやあそうっすそうっす、人生の夏休みなんで散歩してみたりとか。おじいちゃん。そうそう、川見に行くかとかそういうノリっすよ。川見に、こういうのなかなか。この若いうちからなんかそういうのができるのってちょっと幸せそうだなって思うけどね。私ゲジゲジ君にちょっと感じてるの、なんかちょっと独上体見ない、うん、わかる、あちょっとわかる、いやありますか、いやなんかなんかだしわかる、わかる、なんか静かに受けを狙っていくタイプ。でもゲジゲジ話すとそういう感じなんだよな、あんまりわかんない、クソ面白いんだよ な、ね、ユーモアとかをもっと加えていったら、うん、だんだん毒状態さんに近づいていく感じはするかも。なんかあんまり表に出る感じないっすよね。なんかこんなに面白いのにな、本当に。いやいやいや、あれはセンスがもう必要ですよ。いやいや、十分あるというか、めちゃくちゃだよね、多分この人ね。ねえ、ゲームも上手いし。本当ですか、じゃあ、そう思っときます、じゃあ。それこそ、いや、俺本気出したらいけるんだぞって思っときます、じゃあ。ニートウとかさ、全然、ねえ。ああ。まあ、確かに見ないかも。見ないどころか、まあ、そうですね、うん、本当のニートなんだしみたいな。土俵にそう立ってないですよね、あそこに入ってないからな。あそういや、でもあれあそこ自由参加だからね。いやそうなんですけどね、ニートそりゃそうなんですけど、アモンガスとかゲジゲジ先生ってめちゃくちゃおもろいと思う。なんか結構アモンガスとかに出たらみんなめちゃくちゃ人気出てるよね、あれ再生回るから。ああそうですね、そうそうそう、いっぱい確かに。ウマヅラ君とかもなんか相当アモンガースでなんか知名度だいぶ上がった気がする。おーいいですね。ねゲジゲジ先生がアモンガースとかでなんかインポスターになってだまだまそうとしてたら、なんか信じちゃうもん。私も信じちゃうもん。なんか全部絶対信じるよ。どうだろう。めっちゃ簡単と僕はここにいましたけどねとか言われたら、うん、あそうなんですかみたいな。いやでもなんか結構なんかあれじゃないですか、こう、まあマイクラとかやったらやっちゃったみたいなことはないじゃないですか、そんなに。あ、わかる。ニートはちょっと重い。重いっすよね、責任が。責任を嫌うタイプ。はい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 。責任は重いっすよね、なかなか。誰かも同じこと言ってた、長月だったかな、長月も責任があんま好きじゃないみたいな。責任を負っちゃいますよね、あれは。え、ゲジゲジ君って、なんだろう、はいはい、あの参加でとなんか特に誰が仲いい、でもなんか解禁軍に一番すごい出てるなってイメージがめっちゃ強いんだけど、結構私の中では。まあ仲いい、まあ仲いいですよね、うん、多分、うんうん、多分僕はそう思ってますけどね。わかりますよ、僕はそう思ってます。こっちは仲いいと思ってて、相手は仲いいと思ってないパターンね。ちょっとわかんないですよね。わかりますよ。ひょっとしたら向こうはまあ動画たまに撮るし仲良くしとくかみたいな話かもしれないですよね。いや解禁が多分そこまで考えてると全然思わないのは大丈夫と思うんですけど。まあ仲いい人はまあそんな特にはいないですね。なんかあんま感じないよね。いやなんかそう、ないっす、ないです。なんかクリボーとかはまあまあ、クリボーも同類だからな、ゲジゲジ先生と。あの人も本当に何もしないし、あんまりおらんからな、マイクラ。何をしてるか全く分かんないんだけど。今寝てんじゃないですか、うん、寝てんのかな。寝てんじゃないですか、まあ、ノジャも確かになんか生活一周するとか言ってたしな。多分寝てんでしょ、多分、おそらく。クリボーもそこまで参加頻度高くないっすよね。いないときある、ね、まあいないときはまあありますね、うんうん、まあ寝てるんでしょう。ただただ寝てるんだ、はいはい、多分。ノジャでもなんかずっとゲームしてるイメージで。あー確かに、まあまだ若いですからね、まあはっきし言うと。あもう終わった、終わったんだ。はいはい、なんか若いですからね。はいはい、若い、いや別に多分ゲシ先生もだって30いってないんだけど全然若いですけどね。いってないです、いってないです。まあ世間一般で、ね、いや世間一般で言うと確かに若いっすよ、確かに。あはいはいはい、えでもなんか
いやまあこれはちょっとわかんないですけど、僕の勝手なイメージですけど、ゲームをしてる人で20後半っていうのは世間では僕はあんまり見たことないんですよね。どうですか？いや私プロゲーマーもまた一体あんまわかんないけど、あんまわかんないですよね。まあ20、やっぱフォトナとかもめちゃくちゃだもんね、若い選手は。そう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 、めっちゃ若いから。なんか結構確かにプロゲーマーとか短いから選手生命意外と。あんまりやってる人、僕の周り、僕のガチのリアルの友人では、いやもうゲームくんやめてるよみたいな人多いっすよ。そりゃそうなんすよ。だってみんな働き出すんですもん。それはそうだわ。いやよく考えたら、それはそう。ですよね。もうやってる人いなくはないと思うんですけど、みんな働き出すからね、大学もね。まあ減りますよね、やっぱし。22ぐらいからね。まあ減るかなというか。まあ、減りますね。でもジジジジ先生にはそれをやる余裕があるんだから、いやまあまあ、まあ、確かに。まあ確かに確かに、やる余裕はくっそありますね。うん、死ぬほどありますね。なんか先生がね、エイペックスでそれこそプレデターとかになったら、ものすごいなんか異常よ。結構おじいちゃんの先生とかだと全然話合わなくて、あ、わかんないですよね。わかんないけど、なんかこういうなんかね、若者のなんか流行りとかゲームとかがわかる先生。ゲーム、そうそうそう。いいからね、なんかね、でもね、そうっすよ、もうこの人教職じゃないよ、現状なんかいい先生やなって思うけど、もうやってないんだったみたいな。いやまあ先生だったらな。え、でもそれって授業が面白かったらまあいい先生になりますよね。はいはいはい。あ、確かに僕は、うん、クソみたいな授業連発なんで言うても、塾講とかの方が向いてそうななんか印象あるけどな。そしたらなんかね、あーマジっすか、家庭教師塾講あたりだったらまあマジっすか。でそれこそあれじゃないですか、なんかそれこそ1対1で接せられるから、あ、少人数だし。どうなんすかね。え、レジエ先生、そういう経験とかバイトとかはやったことないんですか？塾のはやったことあるんですけど、まあ、すぐ辞めちゃいましたね、それも。あ、はいはいはい。あ、まあまあまあ、納得というか、なんというか、なんというか、なるほどね。え、なんかちゃんと教師の資格を持ってるこちら側の人間だから、レジエ先生って一応持ってますからね、まあいつでも、まあ一応やれるっちゃやれますよ。まあ確かに2人言ってますね。あ、めっちゃ言ってる、めっちゃここ、おちょおちょおちょ、回ってる。ナイスナイス。いいっすよ。一人カクカク入れた。やば、ヘッシュむっちゃいた。あ、やべ。あ、目の前っす。やばい。オッケー。やばい。ここっす。了解。あったあった、130号。お、ナイス。130号。おいいっすね。ナイス。いいっすね。いい感じ。今めちゃくちゃ不利だったのに。よう勝ったな。ジジジ先生がめっちゃやってくれた。すごい。なんかこんだけゲームうまいと、なんか授業終わりとかに子供たちとゲームしたりとかはしないんですか？いや、さすがに僕もね、それやったことないんですよね。ああ、まあでもあんまり個人的なあれは良くないんですよね。そうですよね。なんか一緒にゲーム、さすがに、なんかクリさんと私たちみたいなそういうあれじゃないからさ。ああ、さすがに厳しいんじゃないですかね。多分わかんないけど。ちょっとなんか保護者的に嫌じゃないですか、でもさすがに。なんかスイッチ持ってくるのも多分あんま良くないしね、多分。良くないですよね。でもゲジゲジくんちょっとやりそうだよな、ちょっとみんなで今日はなんかみたいなとか、ちょっとやりそう。いや、全然やりかねないと思う。やりかねない。やりかね悪いことじゃないですか。まあでも、うん、やろうかんとか思ったことあるんですけど、お楽しみ会で Wii かなんか持って行って、うわ、だって超いいな、Wii。いいっすよね。いいな、クソいいな。そうそう。でもまあまあ、まあなんかトラブルになったら困るなとか思って。まあ確かに。ゲームってまあちょっと荒くなっちゃう人はいるからな。いや、そう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 。小学校だし、まあ一応。いや、そうっすよ。あと、確かに。でも、すごい、すごいな。でもあれっすね、なんか3年目クラス持ってたんですよね、確か。いや、そうですよ。なんか若い先生ってあんまクラス持たせてもらえないイメージなんですけど。あ、なんか、なんだろう。試験受かってる人は1年目からなんかやるんすよね。あ、はいはい。まあ大体2年生か4年生。はいはいはい。でなんかあの、なんか校長を辞めた、ん？校長だった人がこう定年退職しますよね。はいはいはい。うわ、そういう人が教えてくれるんすよね、なんか。サブ担任みたいな感じで入ってくれるんすよね、1年目は。だからもう一応持つのは
持つかな。まあだるいっすよ普通に他人は。だるいね。おお右が。どんどん坂登っていってるなあいつらも。あこのあれやり合ってんの？え？あそこの今打ってる舞台やり合ってるか。やり合ってますね。ああなるほど。あのあでまたこの家にいるな。まあおとなしくしとこう。おいいっすね。あやっぱマジか。ここ全然ないよ。あここいなくなったな。どっか行きましたねそこ。あじゃあこっち来てるんですね。じゃあアンチ的に来てるかも。じゃああれあでももう4部隊かこれ。家のやつら行ってますねこれ。後ろこれ行っちゃいますか。あおっておって。サクッと倒せば。あたえこっち向いてないよ。えメルマやばいよ。了解。うわむっちゃ肉スパスファインダー。レイスがなんか。あこれノックしてんのか。なんか後ろに。あレレレイスのねあのポータルからねいっぱい出てて。あ。えどうなったんだこれ。えどうなってんだ。ノックしてるな。あ、ちょっと待って、こっち開けない。ここ。あ、待って。ごめん、私、キンノックなんで、キンノックなんで。あ、多分、起きる要素って消えたんじゃないですか。あ、違う、あ、やば。やば。死んだかも。いやー、ごめんなさい。いや、こっちまで引いてこれたら。あ、ごめん、やられた。あ。ちょっと、いや、まずい。これはまずい。先生、頑張って。先生。先生なら一回逃げますか。あのガチジローみたいな。いや色回して。みんなの先生だから。うん、ね。いやいやとあでもあこれ起こすとこ使われちゃいましたねあいつに。したらどうしますか。探しますか。え。どうしますか。どうしよう。まあビーコン見つかったらいいけど。ね、ボバビーなかなか落ちてるイメージないからな。これ作るしかない日っぽいっすね。どっかお店がないっすね。ないっすね。あのパケがワンチャンって感じっすね。あ確かに。あそこでも人いません？あ人いますね。中にいましたね。あ出て行ってました？今ちょうど右一匹出てきましたね。右？右から出てた。あ右あこっちかこっちか。はい。あパケ取られましたね。あ、でも戦ってる。え、これ起こしたとてこれ多分起こしたとて何もないこれ。確かになんかめっちゃ海だしここ。あ、全部取られてる。なんもないっすね。あ、クレガっぽいな。しかもなんかマスなんか。あ、でもすごいやってるな。3部隊か。これなんか残りの2部隊がやり合ってくれたら。そう。確かに。ですね。すげえ。おあそこにいる。後ろから撃ちたくなっちゃうけど。あそこで。どうしますか。あ、はい、あ、バレた。バレた。バレた。あ、めちゃくちゃバレた。これやばいっす。最悪、あの、これ。痛い。追ってくるっすかね。どうかな、でも、まだ。一人って分かってそうだから。あ、バレてる、一人って。バレてるっぽいっすね。バレてるね。いや隠れたけどよかったっすね。いやここで倒せると子供の心をねがっしり掴めるんだけどな。でもさっきダマとか言ってたからもう無理ですよ多分。